はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ジャイアン系 YouTuber リュウ実況チャンネルです。さあ本日なんですが、まあ皆さん NTR は好きですか？まあ、NTR っていうのは、まあ、ネトルの、頭文字取った、まあ、役でございまして、相手のモンスターをパクることなんですよね。で、NTR 界に、希望の星、最強モンスターが、爆誕していましたんで、今日はそれを活躍させていきたいと思います。ご紹介しましょう。デーモンの高麗さんです。で、このモンスターなんですが、よくよく効果読んでたら、NTR 効果持ってました。このカードが召喚、特殊召喚した場合に、相手のフィールドのモンスター対象に、そのモンスターのコントロールをエンドフェーズまで得るという効果。で、このカードの発動時に、自分のフィールドに引き換えのゴミスが存在しなければ、コントロールを得たモンスターは攻撃ができないという効果。で、自分のフィールドの他のモンスターの攻撃力は、自分のターンの間、500アップするという効果になってます。で、一応、NTR カードであり、かつこれリクルートすることができるんですね。ガンドラギアスさんの効果とかで、まあ、ぶっ壊して、相手のフィールド上のカードとか全部ぶっ壊した後に、レベル7以下のモンスター、敵から特殊ができるという効果なんで、これで、こいつを持ってきて、で、残ってるモンスターをパクるみたいな動きもできますし、あとシンプルにこれ、光の黄金室からサーチができて、で、これリリースなしで召喚できるんですよ、一応。フィード上に光の黄金室があれば、このカードリリースなしで召喚できるということで、まあ、このカードが実質、1枚で相手のカードをパクることができる。まあ、召喚権使っちゃうけど、パクることができるっていうカードになるんですよ。だから、まあ、心変わりとか、強奪とか、精神操作以外に、パクるカードが増えたみたいなもんなんですよね。まあ、さすがにそれは強化と言っていいでしょう、ということで、早速ね、NTR カードを、ありえない量ぶち込んだ、NTR 的バージョン 3.0 ぶん回していきたいと思います。やっていきましょう。はい。デュエル、スタンバイ。おい、のび太、遊戯をしようぜ。お前、壁な。はい、どうも、皆さん、NTR 系実況チャンネルへようこそ。本日もね、相手のモンスターを、全力で寝取っていきたいと思いますが、現代遊戯王において結構盤面だけじゃなくて手札とか墓地に妨害寄ってる関係上相手の面のモンスター背負ってもまあまあ勝てないっていういう事件が起きてるんですが、これはどういうことでしょうか。なんか水さん、面のモンスターをさ、なんかパクってもさ、なんか言うてなんか全然なんか解決になってない時たんだよね。ちょまあまあうざいんだけど、あ、これクシャトリラは結構魔法トラップカードに耐性がないいことが多くて、神仙とか引かれてたら別なんだけど、意外と NTR デッキ界では割とお得意様ではある。なんか相変わらずパッと見はめちゃくちゃ強そうな盤面作ってくんだよな、このデッキ。うわ、レッドアイズフレアメタルキモいバーンダメージかましてくるやつね。いいでしょう。まあまあ言うてそんな、なんかパンパン効果連打して展開しなきゃいけないカードじゃないので、一応1枚で1枚のモンスターパクっていくっていうテーマなので、テーマっていうかもうテーマでもねえな別に、というデッキなので、まあそんなに困んないとは思いますけどね。一旦どうすっかな、一旦ちょっと待って、素材が増えちゃうとやばいから、クシャトリラなんだっけ、アライズハートのちょっと一回あれだな、クシャトリラペンでパクって感じですけど、オーラシとか打っちゃうとなんか素材がさ、なんかさ、アライズハートの素材が増えちゃってちょっとめんどくさいんだよね。で、これで、精神操作は強いところが ありまして、クシャトリラ、ペンリルさんの、素材が、効果が有効になってる状態でパクれるってことですね。はい。これでクシャトリラ、ペンリルさんの効果を使って、ただこれさ、使っても結局あれかな、これもしかして無限ホールとか普通に捨てられてる パターンある。まあでも言うてね、パクれはすると思うから多分なんとかなると思う。さすがにこれあれかな、オーラしから打った方がよかったなちょっといや、やべえ、アライズハートとフェンリルのコンボにちょっと恐れすぎた可能性がある。はい、どうぞ。これってことはなんかあれ、伏せカード大したことないな。さては伏せカード大したことないないないのでだろこれ。つまり、まあ、これ5枚はどれ除外してたの別にいいや。はい、参戦の際 OK です。そしたら一旦あれっすね、後ろを剥がしに行って、これでもう妨害がないので、相手の盤面の。なんで、ここで後ろ剥がしに行ってよいか。あ、クシャトリフェンリル破壊すればいいよ、いいよ、全然 OK。全然 OK。で、すべての妨害踏んだでしょ、これ、大体。あともう、レッドアイズフレアメタルしかねえから、これ、まあ、とりあえず大嵐でぶっ壊すじゃないですか、相手の伏せカード全部。これで、トラップトラックね。
なるほど、すごいカード入ってね。一体何をセットするの俺。そしたら光の黄金室発動しまして、で光の黄金室の効果で、あ、ちょっと痛い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 痛すぎ。で光の黄金室の効果で、デーモンの高麗持ってきて、でレッドアイズクレアメタル君の効果でバーンダメージが入る。でデーモンの高麗君はこれ召喚すると光の黄金室がある場合相手のモンスターパクるっていう効果持ってるんですよ。これが新たなる LTR モンスターです。これが新しい LTR モンスターです。はい、でレッドアイズクレアメタルこうなるじゃないですか。まあ本当はちょっと全部パクりたかったんだけど、これで足りてるわもう。はい、さよなら。はい、さよなら。強くね。このデッキ強くね。普通にやばいわ、最強だったわ。あまりにもデーモンの高麗めちゃくちゃいい仕事する。打点にも なるのめっちゃ偉いな。対戦ありがとうございました。あー、なるほどね。ちょっと参戦の子は、ね、カブリが弱いんですよね、こういうデッキって。基本的にはなんかその全部手札のカードがアクティブであることが結構大事で、やっぱ1枚1枚で1枚1枚の相手のカードを背負っていくんで、相手 の先行で担がれたアドバンテージに追いつかないことがあるんですよね。だからちょっとかぶりがね若干ね気になるところではある。ただやっぱ参戦の子とか参戦の際は、まあ、通っただけのパワーが強すぎて、まあ、ちょっとさすがに入れざるを得ないみたいなところあるんだけど、未来竜を出しすぎで草。何このデッキ。やばやば。ゴブリンライダーってやっぱ可能性の獣だな。まあ僕も未来竜を3体立てるみたいなデッキ作ったことありますけどね。まあクリカラ天童さんまあまあ強いね。あれもう言うて強くねえか別に。魔法カードねえし今。魔法カードしかねえし。とりあえず精神操作はかましに行くしかないな。とりあえず精神操作かますじゃないですか。で未来竜をパクりますよね。なんもねえ。相手なんもねえぞこれ。マジで。チェーンがねえ。一切のチェーンがねえ。マジ、まあ、とりあえずちょっと未来竜を全部いただくことできるか大丈夫か。お、未来に俺全部いただけるぞ。待ってくれ、これ相手がモンスター効果一切使ってくんないから、これあれじゃない、クリカラ天童でパクることできないんじゃねえかこれ。心変わり発動。やべえ、とりあえず相手が出した未来を3体全部パクってくさ。てな、参戦のコート、なんかクリカラ天童全部腐ってんじゃねえか、ふざけんなあいつ。おい、モンスター効果使えや。ちくしょう。こちらに精神操作でパクったモンスターは攻撃宣言ができないというね、あの縛りがありますね。でこれでメインフェルツ入って、何や伏せカード、何あれ、何やの伏せカード、わかんなすぎるんだけど。 SP リトルナイトで一応出しに行くか。まあ、とりあえず相手の、パクったモンスターでリトルナイト出すっていうのがまあ最強に強いんで、こことここですね。はい、帰っちゃうんで精神操作と心がありはエンドフェーズまであるんですね。リトルナイトで、マジで何それ、何にもいかんないけど。まあ王の棺ぶっ飛ばすしかないか。王の棺ぶっ飛ばして、あ、てかこれあれじゃね、これ相手ゴブリンライダーだからさ、これゴブリンライダーだったらやばくね、これこれさ、重ねた方がよくね、これゴブリンライダーとさ素材取り除かれて展開されるんだよね、やばい。あと伏せカード何あれ、ちょこれさあ、これこうすんじゃん、1枚は多分エクシーズアーマーフォートレスでしょ。多分エクシーズアーマーフォートレスさ、なんか素材がさ切れてないからエクシーショーができなかったみたいな話でしょ。あ、やべえ、これ全部素材切れると思ったら素材切れないじゃんこれ、やばい。はぁ、リトルナイトまで飛ばしてしまった。はかなか、うわ、どうでもよかった、マジでどうでもいい。だってこっちのフィールド上のモンスター使わないから、自分の墓地にモンスターいかないけども、いやでもこれ言うて相手もエクストラ4枚やろ、いや結構展開できない説ある。これちょっと待って、やばい、これ参戦の号2枚とクリカラ天童鬼腐ってる。相手がモンスター効果1ミリも使ってくれなかったから、やばい、助けて。いや、また、大丈夫、次のターンに出されたモンスターも参戦とクリカラでパクれば問題はない、大丈夫。俺はジャイアン、俺のはゴーダタケシ、いやゴーダタケシ、あー来た、神ゲー、ありがとうございました。ゴーダツタケシってなかなかいいニックネームだと思わんか。ゴーダツタケシってなんかいいよな、このね、プレイヤー名だけはちょっと気に入ってるわ。うん。さあ、お相手氏は、オスティナートとかいう最強カードによって、バッハが展開されました。これやばいですね、普通に。はい。まあ、オスティナート入りから、まあ、何をするかなんだけど、まあ、ほんと何でもできるんですよね、オスティナート。オスティナートに縛りつけた方がよくない？発動後のなんか転移速縛りとか。さすがに。
ちこのカードフュージョンディスティニーよりよっぽどやばいが、まあフュージョンディスティニーは素引きしても、ね、後から打てるっていう、まあ、メリットはあるから、まあ一概には言えないけど、まあその出力されるパワーはどう考えてもモンスターの方からの方が高いからね。結構展開面白いですね。なんか見たことない展開ですわ。出た宿女ベアトリーチェ、アポロウーサによって相手のウララとかエフェクトベイラーとかをケアするかっこクソ遅いよね、実現しておりますね。はい、でベアトリーチェの効果で、あ、ロールバック落とされましたね。はい、まあ、とりあえずクソレッキっていうことなんだ、これ知らぬ言い語りか、じゃあまやかし知らぬ言い語りか。アルティメットお手軽ロールバック発動やめろ。あのまやかし知らぬ言い語りはみんな謹慎した方がいいって言ってたぞ。ちょ、わからん、これ何が発動されるんだ俺。ゴーダつきました。まあ、とりあえずアポロウーサをパクってドヤ顔したいと思うんですけど、いや本当ゴーダつとかいうカード最強なんでね、とりあえず一生1000円でパクれるんで相手のカード。さあベアと効果、ベアと効果でトラップトラック、何トラップトラックは、あれですね、はい、自分のフィールド上のモンスターを破壊して、自分のデッキからトラップカードセットしますよみたいな感じの効果で、あ、ハオーリウザークどうぞ。ハオーリウザークの効果で、ハオーリの魂は墓地にあると魔法カードを使った、やべ、魔法カード絶対使うじゃんこのデッキ、やばくない？魔法カード絶対使うんだけど、やば。何ですか、あ、トラップトラック破壊される、なるほど、トラップトラック破壊される、あ、これやばいわ、あ、やばいわ、やばいわ、破壊されるとザークはペンデラムゾーンに置かれる。でザークはペンデラムゾーンに置いていると相手がドローフェーズ以外でカードドローしたときにドローしたカード全部破壊するっていう効果って、でトリックスターリンカーネーションはスタンバイフェーズに自分の手、こっちの手札を全部引き直させることができる。でそうすると引いたカードが、覇王竜ザークでぶっ壊されて、僕の手札が全部なくなると。なるほど、何もできない。オスティナートから前半ですか、強いな。よし、そろそろ俺もオスティナートでクソリッキ作ろう。